どうもこんにちは、 N スタジオのリエです。スターオーシャン6の続きをやっていこうと思いまーす。ねえ、今回はちょっとリペルに行って、あれだ、ウェルチの依頼をちょっとやってからストーリーを進めていこうと思います。そこまで一気にレッツゴー。よし、ディペルの町に着いたと。ウェルチのとこに行くのと、プライベートアクションも見ないとね。みんなどこにいるかだな。やはりこの店の甘いものは何度食べても最高だな。よう、何をやってるんだ。うわっ、なんだよ、そんなに驚いて。別に何でもない。貴様が急に話しかけてきたからだ。それにしちゃ大げさな驚きようだったけど。ん？口になんかついてるぞ。ひょっとしてなんか食ってたのか。食べてない。私は何も食べてなどいないぞ。いや、そんな必死に否定しないでも。別に買い食いくらいしてもいいと思うが。何も食べていないと言っているだろうが。とにかくこれで失礼する。何だったんだ一体。よし、ウェルチのとこに到着。邪魔するぜ。来たよウェルチ。今すぐ来てって言ったでしょ。これでも結構急いで来たんだけどな。ま、そんなことはどうでもいいわ。今回手に入れてきてほしいのはこれよ。それじゃ確かに頼んだわよ。大急ぎでよろしくね。フレッシュセージ、あ、まあ持ってるからあげるわ。遅い、遅すぎるわ。もしかして途中で投げ出してるんじゃないでしょうね。そうだったらただじゃおかないんだから。安心しろ、持ってきたぞ。いつの間に。安心って何のこと。ちゃんと持ってきてくれるって最初から信じてたわよ。よしよし、バッチリ手に入れてきてくれたわね。これで作りかけのあれを完成させられるわ。ん？何を作っているのかって？それは乙女の秘密よ。それじゃあお礼にビンヤード家に伝わる秘伝細工を教えてあげるわ。どう？すごいでしょ。他の人には秘密だからね。それじゃあまた何か必要なものができたら呼ぶから、いつでも動けるようにしておいてよね。配送の仕事より楽だったな。はい、ウェルチの作業も終わったんで、早速ライタードに向かおう。文句でもあるのか。ね、なんで喧嘩腰なんだよ。むしろあんなに器用に使いこなしているから驚いてるんだよ。すげえってな。でもどういう経緯でそれを選んだんだ。そんなにメジャーな武器でもないだろう。お前には関係ないだろう。そう来ると思った。もしかしてこういうことか。かっこいいからだろう。そんな理由で武器を選ぶわけがないだろう。何を考えている。いや、かっこよさは重要だぞ。何しろ自分の命を預ける相棒なんだ。あまりみすぼらしかったら気合も入らないだろう。そういう考え方も、いや、ないな。そうか。
結構重要だと思うがな。かっこいいからじゃなかったんだ。まあいいや、早速ライターに向かっていきましょう。よし、ライタールに到着。オープン。すごい。もしかしたら定期航路が復活したのかもしれませんよ。港に船がいっぱい入ってると海鳥がたくさん来るんです。それにしてはちょっと数が多すぎませんか。なんで畜生。ミダス様、大丈夫ですか。ああ、たぐ、やっぱり王家と絡むとろくなことがねえ。そういうこと言ってるからバチが当たったんだと思うけど。なんだと。ちょっと近づかないでください。あれ、エレナさん、どうしたんですか。いえ、なんて匂いだ。なんか前に来た時より人が少なくないか。先日我々が来た時よりもさらに少ない。一体これは。ごめん、またベンガル先生のところに行っていい。嫌な感じがするんだ。オッケー、ニーナのその直感を信じよう。ちゃん、こっちが聞きてえよ。定期航路復活の第一便が来てからこの有様なんだ。レイ、皆さん即座にこの場を離れることを推奨します。何？未知の感染症の疑いがあります。レイが罹患した場合治療できる保証がありません。え、でもベンガル先生、何か患者に効いてる薬とか理術はないのか。熱さましや呼吸を楽にする薬草は一時的に効いているが、症状全体の改善は見られんのだ。エレナ、この病気は俺たちがこれから行こうとしてる王国の東側から来てるんだよな。つまりこの病気は下手すりゃ王国東部でも蔓延するかもしれない。そうしたら今ここで放置するのは、レイとクロエの安全に著しい影響を与える。わかりました。ただしニーナさん以外の皆さんはできるだけここから遠くに離れてください。あとはマスクかそれに類するものを着用することを推奨します。わかった。ベンガル先生、エレナが治療を手伝う。エレナがわからないことは指示してやってくれ。あんた医者なのか。それに匹敵する知識と技術を備えています。私は絶対に病気に感染しないので、重症患者の検診はお任せください。レイはとにかく皆さんを病院から遠ざけてください。今日はもうエレナに怒られたくないからおとなしくしていよう。エレナが怒るところを見てみたいな。俺は感動してしまうかもしれん。その時は任せる。休むなら俺はもう行くぞ。海鳥にやられた服を洗濯したいからな。ですね。とりあえずニーナさんとエレナさんの連絡を待ちましょう。こんな布一枚で病が防げるのか。
何もしないよりはマシ程度だな。病を防ぐ以上に、自分が病気の場合、他人に移すのをある程度防ぐことができるんだ。どういうことだ？鼻や口を隠すことで、なぜ病が広まるのを防げる？ああ、ウイルスや細菌の話をしなきゃダメなのか。その辺のことをどれくらい知られてるのか、ミダスに聞きたいんだが、遅いな。寝坊か？まさかミダスも？おい、ミダス、何してんだ？そろそろ起きろよ。待ってください、レイ。近づかないで。え？エレナさんを呼んでください。危険かもしれません。あ、ああ、わかった。エレナ、今いいか？ミダスの様子がおかしいんだが。ミダスさんに顕著な発熱症状が見られます。大丈夫なのですか？予断を許しません。急ぎ探さねばならないものがあります。海鳥の糞です。なんだそりゃ。この糞の中にはある種の細菌が異常に繁殖しています。今流行しているこの病はヘルガー肺化病というそうですね。ヘルガー肺化病が流行しているのですか？まさかミダス様も。落ち着いてください、レティシアさん。この星では死病のようですが、これは治る病です。本当ですか？ニーナさんの長年の研究を読ませていただきました。抗菌薬を作ることさえできれば症状は治まるはずです。ですがそれには細菌のサンプルを一定数確保しなければなりません。そのために海鳥の糞を集めたいのです。待ってください、海鳥がこれだけ大量にいるんですよ。ライダールはもう病からは逃れられないのではありませんか？現状はそこまでには至っていません。これには何か理由があります。原因を突き止めなければ。もちろんサンプルは私が採取します。どこで採取するんだ？港か？いえ、海鳥の栄装地を探したいです。空の様子を見るとライタールの海鳥はいくつかのグループに分かれています。各グループの栄装地を探すことで何か分かるかもしれません。分かりました、急ぎましょう。おお、なんかすごいことになってきたな。ミダスまで肺化病か。この上に行けということか。サンプルを採取できました。次の場所に移りましょう。オッケー、そういう感じね。結局は東のその国から持ってこられた病っていうことなんだろうな。あっち結構遠いな。何かが原因で海鳥に感染して、その糞とかが菌が繁殖してあれなんかな、流行り病としてなってるのかな。サンプルを採取できました。次の場所に移りましょう。次はあっちか。なんと取れなくなってるのね。緊急事態だねこれは。逆に言うとこれが分かればヘルガー肺化病も治せるってことだもんな。と
このスイターだからこっちから行かなきゃいけないか。おお、そこ落ちるのね。危な。なんだここ。おい、レティシア、アベラルド。あれなんか見たことないか。これはリベルの廃校で見たものと一緒だ。携帯異常を起こしていますね。皆さん、以前にもこのようなものを。ええ、リベルの廃校で。今はミダスとミーナの安全が第一だ。巣や鳥のことは町の人たちに任せよう。そうですね。こんなとこで何なんだろう、この紫色の物体は。あれが原因でいろんな異変が起こってるっていうことなのかな。確かにリベルの魔術でもあったしな。あー、ごめんよごめんよ。らしいです、ニーナさん。よくこの大量の薬草の中から条件に合うものを抽出できましたね。これでも専門に研究してるんで。こんな薬草、仕入れたことすら忘れてたぜ。この辺が何だって言うんだ。今この皿の白い部分に含まれる目に見えないほど小さな細菌という生物がライタールの皆さんを苦しめている病気の原因なんです。そしてこの縁は阻止縁といって、この生物の中に落としたこの薬品が病気の原因を殺しているということになります。つまりこれでヘルガー肺化病は治るってことですか。正確には違います。原因を除去するだけであって健康体に回復できるかは個人の体力に依存します。だとしてもこれはとんでもないことだぞ。ヘルガー肺化病が駆逐できるってことだろう。しかも施療理術師でなくても薬が作れるんだ。エレナさん、レイ、ちょっといいですか。どうしたエレナ。化学合成ではない天然抽出とはいえ、抗菌薬を作ることはこの星の医療技術を不自然に推し進めることになります。本当によろしいのですか。なんだ、今さら連邦みたいなこと言い出して。抗菌薬は使い方を誤れば新たな耐性菌を生む可能性があります。抗凝力のないこの星ではその耐性菌に対抗する抗菌薬を開発することができないでしょう。また薬剤アレルギーなどの対処薬もない、細菌学が十分に発展していない状態で抗菌薬だけを手にすることは将来この星に別のリスクが発生する危険性があります。じゃあ見捨てるか。私には判断できません。なら俺は目の前の人間を救うことを選ぶ。大きなことを考えるのは歴史と神様の仕事だ。俺たち人間はお前が今予想したことをできるだけ起こさないよう慎重に助け方を考えよう。そうですね。ミダスおじさん、体調どうです？ああ、まったく年を食ってから病気するもんじゃないな。
こんなすぐに回復すること自体奇跡なんですからね。聞いた、ヘルガー配下病だったそうだな。お前らか。全てはニーナさんの長年の研究と研鑽の成果です。それがなければこれほど早くに薬効を持つ薬草を発見することは不可能でした。フィルベルトも喜ぶだろう。ミダスが旅に出られるなら王国東部に向かおうぜ。それなんだがな、残念だが定期航路の復活は当分先になりそうなんだ。第一便でこの有様だからな。おいおい、一体いつになったらクロエを探しに行けるんだよ。体力に自信があるなら案内してやれる道がある。え？エレナを修理した場所から霊峰ガルカルムスを越えてコトに降りる道がある。そんな道があるのですか？お前らが知らないのも無理はない。100年以上前に廃れた道だ。肺下病の治療にはコトリス山で取れる薬草が必要と聞いた。定期航路を復活させるなら誰かがコトに行って病を治す方法を伝える必要がある。ミダス様、ありがとうございます。俺がお前たちについていくのはアベラルドとエレナのためだ。それにエダリ村の者も、今ではディベルやライタールに降りてくることも珍しくない。村の者が肺下病にかかったとき治療法があった方がいい。素直じゃないな。黙れ、早速立つぞ。俺以外の誰かに倒れられたらたまらんからな。面倒な野郎だな。不器用なだけですよ。レイやアベラルドさんも覚えはあるんじゃありませんか？え？どういう意味だよ。ちょっとわかります。もしもし、こちら天才美少女防傷投手のウェルチちゃんよ。今は大丈夫？まあ大丈夫でも大丈夫じゃなくても速やかにリベルの私の家まで来てちょうだい。また必要なものができたの。いい？すみやかによ。それじゃ待ってるからね。先に進もうと思ったらまた呼び出し食らったんで、先にウェルチンとこ行くか。邪魔するぜ。よし、ウェルチのとこに到着。今回何？遅かったじゃない、速やかに来てって言ったでしょ。もう、まあいいわ。今回手に入れてきてほしいのはこれよ。それじゃ確かに頼んだわよ。全速力でお願いね。今回はシルバー持っとる持っとる。遅いわね。まさか忘れてるんじゃ。念のためもう一回通信してみようかしら。でもそろそろ来るかもしれないし。待たせたな。っていつの間に。全然待ってないわよ。全然催促なんてしようと思ってなかったし、むしろベストタイミングだったし。やるじゃない、最高のものを手に入れてきてくれたわね。これで目標に一歩近づくわ。え、目標は何かって？それは乙女の秘密。せっかちさんは嫌われるわよ。それじゃお礼に我がビンヤード家に伝わる秘伝家事を教えてあげるわ。どう？すごいでしょ。他の人には教えちゃダメだからね。それじゃあまた何か必要なものができたら呼ぶから、いつでも来られるように準備しておきなさいよ。配送の仕事より楽だったな。よし、オッケー。
はい、というわけで今回はちょっとここまでしようかなと思います。次回ねまたあの祠のとこ行ってさらにその奥に行けるみたいなんで、ヘルガー肺化病の治す方法を広めていこうと思います。チャンネル登録、グッドボタンの方お願いします。次回の動画またはライブ配信の時まで、またねー。